アメリカに消された政治家参戦パート2、1位、安倍晋三。2022年、安倍元総理は参議院議員選挙の応援の最中に山上徹也容疑者によって暗殺され、当初は安倍晋三を支援する宗教団体への恨みとしていたが、事件当日警察の警備や安倍総理の背後が不自然に悪ずさんなもので、山上徹也容疑者が使用した弾丸も特殊部隊が使う体内で溶ける弾丸であった。また事件当初、警察と奈良病院で安倍総理の死因に食い違いがあり、今もなお事件は解明されていない。2位、石井紘基。2002年、民主党の国会議員であった石井紘基氏は自宅前で刺殺された。石井氏は政府系企業の整理回収機構から流れる不正のお金を追及していた。整理回収機構は日本企業の債権を買い取る機関で、この時りそな銀行の大量の債権を抱えており、そのお金のほとんどがアメリカに流れていた。石井氏はこの真実を突き止め、国会で質問する予定であったが、3日前に殺害され、石井氏がカバンにしまっていた書類も